はい皆さんこんにちは今回は「聞化した声優」についてです声優で聞化した方を確認しましたたくさんおられますので全員ご紹介できませんがその中からご紹介いたしますはじめにパク・ロミさんですパク・ロミさんは日本の声優女優歌手ということで声優以外にも幅広く活躍されておられます 代表作ですね声優としての代表作はターン A ガンダムの主人公ですね。鋼の錬金術師、ブリーチ7、進撃の巨人とおたくさんのアニメの主役企を務めておられます。2003年第26回アニメグランプリで声優部門賞、2004年東京国際アニメ編2004年にて声優賞受賞とおたくさん 活躍されてておりまして日本を代表すする声優の方ですパク・ロミさんは1972年昭和47年1月22日生まれ平成27年12月25日の漢方に乗っております拡大しますそのままパク・ロミさん乗っております昭和47年1月22日生まれ昭和47年1月22日生まれということで 名前と生年月日が一致しておりまして、えー、パクロミさんが聞かされておりますことが確認できました続きましてギリョーコさんですえギリョーコさんは日本の女優声優ということで女優としても活躍されておられます方で声優としては吹き替えアニメゲームと吹き替えはすごい数でしたでアニメの方ですとアニメですねこのようにたくさんありまして テレビアニメ、劇場アニメ、ウェブアニメ、ゲームと、お声優としてたくさん務めておられます、方です。ギー・リョーコさんは1972年昭和47年7月20日生まれ、平成2年7月4日の漢方に乗っております、拡大します。そのままですね、ギー・リョーコさんそのまま、昭和47年7月20日生まれ、 昭和47年7月20日生まれということで名前と生年月日が一致しておりますので儀井涼子さんが聞かされておりますことが確認できました続きまして金光義弘さんです金光義弘さんは日本の男性声優大阪府出身テレビアニメで2006年頃から活躍されておりましてたくさんのテレビアニメですね 劇場アニメもゲームの方も声優として務めておられます。声優が専門の方です。吹き替えとかもあります。で、生年月日なんですけど、月日がですね、8月27日ということで、で金水義弘さんを確認いたしまして、令和2年10月8日の漢方に載っております。拡大します。 金光義弘さんの密を除いた3文字の漢字が一致しております。金義弘さん。昭和55年8月27日。8月27日という誕生日も一致しておりまして。ですね。8月27日と。であの密を除いた3文字の漢字が一致しております。ということで、金光義弘さんが聞かされておりますことが確認できました。続きまして、金井義信さんです。 金井義信さんは日本の俳優、声優、大阪府出身、2007年に宇梶さん、平野さんと共に劇団を結成されておりますで。一例ですね、声優としては北斗の県ラオウ外伝に出ていらっしゃるようです。金井義信さんは1963年、昭和38年2月11日生まれ。 昭和49年6月6日の漢方に載っております。拡大します。え、金井義信さん、通名で入っております。もう一人、金、もう一つ、金海義信さんという名前もありますが、え民族名、金義信さんですね。昭和38年2月11日生まれ。昭和38年2月11日生まれです。名前ですね、え通名と生年月日が一致しておりまして、え金井義信さんがですね、 聞かされておりますことが確認できました。引き続きまだまだおりますので続けてご覧ください。続きまして金沢久和さんです。金沢久和さんは日本の男性ナレーター俳優声優、東京都出身、ビートワン所属。2003年に独立してビートワンを設立、代表を務めておられます。ナレーションを務めておられまして、テレビアニメですね。ペリーヌ物語、釣り口三平。 明日の女王2と有名なアニメの声優をたくさん務めておられます。劇場アニメ、ラジオも務めておられます。金沢久和さんは1950年昭和25年1月20日生まれ。昭和59年8月15日の漢方に載っております。拡大します。通名そのまま金沢久和さん一致しております。民族名は金久和さん。昭和23年1月20日生まれ。 で昭和25年1月20日までということで、実際、あすみませんあの、ウキペデの方が間違ってまして、昭和23年1月20日、1月20日は一致しておりますが、ということで、えー、と通名と誕生日がです、ね、一致しておりますので、えー、聞かされておりますことが確認できました。続きまして、安田成美さんです。安田成美さんは、日本の女優なれた、SNS も務めておられます。 「風の谷のナウシカ」のアニメ映画化にあたって募集された「イメージガール」のオーディションで約7500人の中からグランプリを獲得されました、まあ、これは声優とは違いますがテレビアニメ9完結編 FK 会も声優として務めておられまして劇場アニメ「ミツバチハッチ」「アーロと少年」 とですね、勤めておられますナレーションはたくさん務めておられます。安田なるみさんは1966年昭和41年11月28日生まれです。平成7年12月21日の漢方に載っております。拡大します。民族名、定なるみさん、昭和41年11月28日生まれ、なるみさんという名前と生年カピーが一致しております。昭和41年11月28日、昭和41年11月28日と、 名前と生年月日が一致しておりまして聞かされておりますことが確認できました続きまして藤谷美紀さんです藤谷美紀さんは日本の女優声優業としてもたくさん務めておられましてアニメ「ストリートファイター2ムービー春麗役ルローニケンシン」ゲームの方でもルローニケンシンとですね あと吹き替えの方でも声優ですね赤毛の庵、えー、声優として、えー、たくさん勤めておられます藤谷美紀さんは1973年昭和48年9月15日生まれ平成2年6月6日の漢方に載っております拡大します通、えー、名藤谷美紀さんはそのまま載っておりましてもう一つ金谷真紀子さんという名前があります民族名金真紀子さん昭和48年9月15日生まれ 昭和48年9月15日生まれ本名が金谷真紀子さんで本名を名乗っておられますえ通名と生年月日が一致しておりましてえ聞かされておりますことが確認できました続きまして結城真由美さんです結城真由美さんは日本のマルチタレント佐賀県佐賀市出身ということで、まあ、マルチタレントということで声優業もあります劇場アニメ名探偵コナン ウェブアニメも名探偵コナンと。で、吹き替えの方も声優として活動されておりまして、声優業としてもですね、マルチュタレントとしてですね、活躍されております。結城真央美さんは1980年、昭和55年3月2日生まれ、佐賀市出身ということで、昭和60年9月11日の漢方に載っております。拡大します。民族名、超真央美さん、昭和55年3月2日、 昭和55年3月2日とお真おみという名前と生年月日が一致しておりましてであの出身佐賀市ということで佐賀市も一致しております帰化されておりますことが確認できました今回12名ご紹介いたしますが数十人帰化した方確認しております次回作ですね声優編を検討したいと思いますのでよろしくお願いいたします続きまして松尾隆さんです 松尾隆さんは日本の俳優タレントコラムニスト本名は岸邦弘さんってですね本名の方ですね岸邦弘さんで載ってますんででですねえー、アニメーション作品にオノマトペによる吹き替えで初めて出演されたとありますですねえー、とテレビアニメ「名探偵コナン」 テレビ局殺人事件、兵庫のおじさん、劇場アニメ、あとゲームですね。あと吹き替えもおたくさん出ておられまして、普通に声優業としてたくさん活躍されております方です。松尾隆さんは19、1960年昭和35年5月11日生まれ、平成3年10月29日の漢方に載っております。拡大します。えー、通名、岸国広さん。 民族名、王さんですね。黄色と書きまして、王国広さん。昭和35年5月11日生まれ。で、えー、岸国広さんですね。本名、岸国広さんとありまして、こちらの本名の名前で聞かされてまして、昭和35年5月11日ということで、昭和35年5月11日ということで、えー、通名と生年月日が一致しておりまして、えー、聞かされておりますことが確認できました。続きまして、宮園さんです。左側の方です。 安全漫才ということで、その片方の宮沢さんですね。足立区出身ということで、まあ、これもキーワードになります。で、本名が宮園大光さん、この変わった名前ですね。大光さんというのもこのまま載っております。でですね、み、えー、と宮沢さんの方で、ちび,ちびまるこちゃん、テレビアニメですね。本人が出てまして、宮沢役で出てます。 あとは劇場アニメ、クレヨンしんちゃんでも、相方も一緒に出てて、その宮ア役で出てまして、アンパンマンの方も出てます。えー、あとはですね、吹き替えでカンフーヨガということで、吹き替えの方でも活躍されておりまして、声優業としても活動されております方です。宮アさんは1985年、昭和60年4月25日、 平成17年7月19日の漢方に載っております。拡大しますえ。民族名、金大光さん。昭和60年4月25日。昭和60年4月25日と生年月日が一致しておりまして、え本名は宮園の大光さんですね。大光。この大光という名前と生年月日が一致しております。え金大光さん。まあ、変わった名前ですし、生、えー、年月日も一致しております。名前と生年月日が一致しておりまして、 宮蔵さんが聞かされておりますことが確認できました続きまして南加穂さんです南加穂さんは日本の女優兵庫県天ヶ崎市出身この部分も漢方に出てきますで、声の出演では、えー、身につけたあとナレーションあのこれ載っておりませんがナレーターとしてたくさん活躍されておりますで、また探しますと色々出てきまして アンパンマンにも人魚姫ということで出ていらっしゃったりもするようです。声優業としても活動されております方です。南加保さんは1964年、昭和39年1月20日生まれ。昭和56年12月18日の漢方に載っております。拡大します。2段にちょっと分かれてしまいまして見づらいところなんですが、あの右側。で、あの、 住所はですね、兵庫県尼崎市とこの部分が一致します。で右側を拡大します。えー、民族名、金勝美さんで。通名で南勝美さん。もう一つ、秋元勝美さんとありますが、南勝美さんが南,南と、あと,加護と、加去の加と勝美の家が一致しております。昭和39年1月20日。昭和39年1月20日ですね。SNS がピとト、あと南という名前が一致しておりまして、 であの兵庫県尼崎市が一致するんですがこの南かおさんお姉様がたくさんいらっしゃってそのうち2人のお姉さんと一緒に聞かせているというところでお姉さんがたくさんいらっしゃるところも一致しておりましてあの、まあ、それによりまして、えー、聞かされておりますことが確認できました続きまして蝶野正弘さんです蝶野正弘さんは日本の男性プロレスラー YouTuber えー、ということですが、あの声優も務めていらっしゃいます方です,、えーですね。映画では吹き替えですね。日本語吹き替えということで、吹き替え役も複数、えー、やっておりまして、あとゲームでは、龍が如くのギャング役ということで、あとアニメの方もです、ね、声優をたくさん勤めていらっしゃいまして、ブラックティーチャー役だったりとか、 あと、あの、調べますと、他にも出てきまして、蝶野正弘さん、悪役、宇宙人役で声優挑戦と、出てきましたりとかですね、あの声優業としても活動されております方です。蝶野正弘さんは、1963年、昭和38年9月17日生まれ、昭和41年11月10日の漢方に載っております、拡大します。え正弘、蝶野さんということで聞かされておりまして、蝶野正弘さん、 昭和38年9月17日生まれ昭和38年9月17日生まれということで、まあ、そのままですね名前と生年月日が一致されておりまして聞かされておりますことが確認できましたアメリカ合衆国から聞かしております日本に聞かされておりました聞かした声優の方々は他にもたくさんおります次回以降でもご紹介したいですありがとうございました失礼します